今練習終わったところですけど、月曜日です。日曜日の、試合のね、話をしていこうと思いますけど、結果から言うと0対1で負けかな、うん、で、まあ、3立てで負けてます。3連敗中です。で、まあ、試合内容は、非常に何だろうな、多分そのポゼッションとかビルドアップに関しては多分トライしてると思うんだけど、練習では話を聞いてる限りは練習ではやってると、ただ試合になるとビビってやれてないって、単純に言うとビビってやれてない選手が多くて結局できないんで、そうなっちゃってるのが現実。まあ実際自分が見ててもそう思うし、まあ、ビビってるなと思うし、まあ、ディフェンダー陣中心にねそれは思うし、まあでもそこに自分が入ってどうなのかっていうのは、まあ確実に違いは攻撃の部分でもボール受けたいし受けようとするから多分変わってくるかもしれない、変わってくると思うし、守備に関しても何そのもうちょっとフィジカル面であったりとか球際の部分だったりすごく緩いからね、それは顕著に出て多分失点してると思うよ、グザグザグザってやられて。でもそれがまあ自分が1個入ればそこでフィルターできるかなと思うから、まあ多少サイドももし自分がそこに入って、まあ、監督のねあれもあるしいろいろあるけど、そこに入ってやった時にまあ少なからずとも、まあ、自分の持ち味を出してプレーはできるかなとは思ってます。なんでまあっていう感じかな。で、まあ、いつも通り練習合間の前にね、リハビリしたんだけど、まあ、非常もう結構まあハードにやったんだけど、結構心拍が上がっちゃってずっと何こう試合をやれてなかったから心拍が上がっちゃってるのは間違いなくて、すぐ上がっちゃうし息上がっちゃうしっていうのがあって、まあ、ただハムストリングの方は調子いいと思うので、まあ次の試合アルコルコンの B がね、今週土曜次、まあ、今週だけど、あるのでね、その試合に向けて自分は準備しようと思いますし、確かにチームとしては厳しい状況だし、まあ、いろいろね変化もあるので、それをまあ今日の、ね、分で、まあ、の動画撮りますけど、変化ありますけど、まあ、それはそれなんで、まあ、言っちゃ悪いけどそれもサッカーだし人は人だしチームはチームなんで、まずしっかり自分がパフォーマンスしてチームのために働くことが、チームの勝利のために働くことが自分のためにもなると思うし、それが自分だと思うから、しっかりとそこを意識してプレーしたいと思います。まあできなくないと思うし、変に自信があるというか分かんないけど、まあそこはちゃんと積み重ねていければいいかなと思ってます。まあラスバーサスすごくいいチームだ、まあ、悪くないチームだと思うけど、まあ決してすごくいいチームかって言ったらそうではないと思うんだよね、うん、決してそうではないと思うから、みんなが捉えすぎだのところもあると思うし、蓋開けてみたらこんな、まあ、まあ上手だけど、で試合通してどうなのって全体的に全然違うのとはそんなことないんだよね。やっぱでもちょこちょこフリーキックで失点したんだけど、その一発持ってるとかそういうのと思う。ただ一発目 その選手にポスト当てられてんのにそこをケアしなかったキーパーは何とかあるよ、それはとかいろいろあるし、で全てにおいてそのなんかそのまあもうちょっとなんて言うんだろうな、アラートにやっていいと思う。アラートにさっきやるべきだと思う。もっと一回やられてるから、じゃあここも気をつけなきゃって思わなきゃいけないし、同じことやっちゃダメだよってやっぱ思うよね。まあそれが今の順位にいる理由だと思うし、全然勝ってない理由だと思うから。でも、ま、間違いなく監督変わってから やろうとしてるサッカーは良くなってるし、うん、雰囲気も悪くない、まあちょっと今悪いけどね、だけどまあしっかりと積み重ねて、いければ、少なからず、勝利に、ね、近づくんじゃないかと思うのでね、まあ、しっかり自分がパフォーマンス出して発揮していきたいと思います。まあ、ポジティブに捉えてやっていくしかないからね、そこは、まあ、自分なりにポジティブにやっていこうと思います。そんな感じで、今日の一言日記にしたいと思います。ではまた。